皆様こんにちは私、京都市立東山泉小中学校の中島と申します。今、ご紹介いただきましたように、平成25年度で京都市立一橋小学校は閉校になり、三小学校、一中学校の統合で、京都市立東山泉小中学校になりました。一橋小学校と東山泉小中学校の研究については、私から、 また、京都市での研究の波及については、研究グループの木村からお話をさせていただきます。平成24年度、25年度の研究テーマは、メディアの使い方を理解し、適切な方法を見極めながら、課題解決を進める力の育成としました。 情報を主体的に集め、論理的に思考する力を育成するために、国語科と算数科に絞って研究を進めました。本校では、情報活用の力を、情報を集める力、まとめる力、伝える力に分類しました。 中でも情報を集める力とは、さまざまな情報手段を適切に選択して、情報を集める力、集めた情報から必要な情報を取り出す力、必要な情報を分類、比較し、整理する力、このように捉えました。 この集める力を育成するために、教師が意識すること、子どもたちが意識すること、この両面から実践を考えました。情報活用の実践力がどのような力であるかが明記された、京都市から出されている情報教育スタンダードを活用し、授業を組み立てました。また、ターゲンを通して、 問題解決的な学習の流れを意識することで、情報活用の実践力を育成する授業を目指しました。子どもが意識するために、情報活用の実践力を子どもたちが分かる言葉でまとめた下敷きである学習支援カードを配布して、実践を進めました。 このカードを授業中にも使用しました。そして家庭学習では自主学習ノートに学習支援カードを活用し、意識をさせました。また授業では情報テキストを適宜活用し、情報教育を系統的に進めました。 の研究授業、国語科では5年生、資料を示しながら伝えようという単元で、集めた情報を比較分類し、整理をしました。4年生では、必要な情報と不要な情報を区別して整理することをしました。算数科の授業では、表やグラフから情報を取り出すこと。 6年生の授業の中では、集めた情報を使いやすいように自分なりに記録し、再構成することをしました。問題文の中から必要な情報を選択し、自分が使いやすいように再構成するという活動を取り入れています。研究を通しての成果としまして、情報活用の実践力を、系統性を明確にした、 小中一貫カリクラムの開発をしましまた次に、教科学習の中で情報活用の実践力を育成する具体的な実践事例集を作成しました。 そして学習支援カードの開発と活用方法の検討をしましたこうして一教小学校は並行したのですが現在東山泉小中学校での取り組みをご紹介させていただきます小中一貫カリキュラムを受けて9年間を見通した学びに各教科で取り組んでいます情報教育については まず、小学校・中学校席の教員の枠を超えて、出口の9年生でどのような力をつけておくべきなのかを確認しました。そして、教師が見通しを持つことを共有しているところです。情報モラルについても、9年間の見通しが大切であることを共通認識し、 どのように指導したらよいかを考えました。昨年に引き続き、パワーチェックカードの活用も行っています。さまざまな場面でメディアを活用し、学習を進めています。タブレット PC やデジタルカメラの活用等、自分が必要なものを選んで使うようにしています。 新聞やプレゼンテーションなども使って、伝える活動につなげていけるように、9年間の学習を組み立てています。ここからは、京都市で行われている情報教育について、木村から説明させていただきます失礼いたします。私の方からは、一教小学校で行った研究を、京都市の方でどのように普及しているのかということについてお話をさせていただきます。 特にあの学習支援カードの開発を一教小学校で行ったわけですが、それを引き継ぎまして、京都市のグループ研究というところで、一教小学校、今の東山泉小学校以外の学校のところで、この学習支援カードを活用しながら授業を行っています。全部で8加工10クラスにおいて、今実践を進めているところです。新しい学習支援カードを開発して、こ,れこのカードによっての検証を行っているところです。 問題解決的な学習流れに対応するために少々デザインを変えましてこのような形で実践を進めるとともに児童が自己評価できるようにするためにこのようなチェック欄を設けまして授業での活用を進めています実際に授業で活用する際はこのように教師が最初に情報教育の目当てを持たせて子どもたちがそれを振り返りをしていくという形で行っていますこれは高学年の事例です え小学校これは2年生の算数の学習ですが学習課題教科の学習課題とともに、えー、情報教育の視点を学び方というような形で設定して児童がこの学び方を1時間の中で意識をして学習を進めていくという形で、えー、研,究研究を行っているということです授業のノートはこういうふうになっています最初に復習という学習をするその後に学び方として情報教育の視点ではどんな視点を子どもは意識するのかということをしっかりと明記させます それをもとに授業が終わった後にきっちりと振り返りを書くということです。振り返りを書いて、このカードのことについては子どもたちはできました。理由はなんとかなんとかだからです。というような形で子どもたちがしっかりと自己評価をしていけるように考えたわけです。そのノートの記録を3か月にわたって子どもたちのノートを追跡したんですが、情報教育の目当てについて振り返りで記述した子どもたちの変化がこのようになります。 最初の方はなかなか意識ができず記述も少なかったんですが3ヶ月後の7月3日ぐらいになってきますと多くの子どもたちがこういった形で情報の視点についての振り返りを行いそれをすることによってのまあ効果だとか自分の学びのことについて振り返りするということにはできるようになってきました。 また自主学習で活用することができるようにするために自主がさらにカードの書いてある情報教育の視点というかその具体的な学習のスタイルがどのなのかということが明確に分かるように情報ハンドブックといいうものを今開,設開発しています中はこのような形になっていまして子どもたちが具体的に活動する写真だとか 子どもたちが書いたノートとかいうことを載せまして、具体的なその力がついた先のことが、子どもたちに具体的に分かるようになっています。 こういうものを今年度10月の24日に京都で行われます JAET2014 年の京都大会が行われるんですがそこでのワークショップの時に明日からできる教科の中での情報教育ということで今日はあの,の中にもチラシをさせてもらっているんですけれども学習支援カードと情報ハンドブックを提示してその活用ポイントについてご報告させていただきたいと思っています限定100部作ってお渡しできたらいいかなと思っていますのでこちらの方もよろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。以上で終わります。ご静聴ありがとうございました。